この瞬間に歩を叩くと相手は4二に金を寄ることができません。6三に飛車が成れるからですね。なので相手はこの歩を取るしかありませんが、飛車の頭に歩を連打していきます。これで綺麗に技が決まりました。相手は7四飛車と寄るしかありませんが、8六に角を出た手がさらに5三の金取りとなります。